黒字に書くから、はい、薄い時はまあ私そのまま何も塗らないで書いちゃうんだけど、あのまあざっとこう塗るでしょ。それでこのところにまあ影になるかないうのをちょっとつけとくね。こんな感じでね。それでこのベースの色と白と混ぜてキュッキュッキュッとこすって、ここら辺から1、2、3、4、5でもいいんだよ。ここから入って1、2、3、4、5でもいいです。でその次にまあ 4つぐらいにしてもいいんだよ。これも好きなようにしたらいい。ここら辺にこうやってでこう閉じる。ここら辺に色出なかったらちょっと白を足してこう持っていく。それでここら辺にこう広げてニョフニョフニョ、ここら辺からこうやってふにょふにょふにょと書いて、こんな感じ。もうちょっと出そうかな。こんな感じで、で閉じます。ここら辺ね、こんな感じで閉じます。こんな、これで、まあ、一応バラね、はい、だからこれが、まあ、書けるようになると、はい、後でシュ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 っていうの時間かからないで描けるから、白い線とか足したら、あのあと小花とか散らしたらそれぞれ様になる。ここちょっとへこみすぎかなとか思ったらちょっと足したらいいかな。